ニール・パーシバル・ヤングはカナダ・トロント出身のシンガー・ソングライター。クロスビー、スティルス、ナッシュ・ヤングやバッファロー・スプリング・フィールドのメンバーとしても活躍。1969年にソロデビューし、1995年にはロックの殿堂入りを果たした。バンクーバー・オリンピックの閉会式ではカナダ代表のミュージシャンとしてライブパフォーマンスをした。ローリング・ストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第83位。2011年の改訂版では第17位。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第37位。ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第34位。九種の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて 第65位。若き日のニール1945年11月12日、カナダ、オンタリオ州のトロントで生まれた。父はジャーナリストで、スポーツライターであり、母はドーターズ・オブ・ジ・アメリカン・レボリューションの会員だった。彼は、ロックンロール、ロカビリー、ドゥーアップ、カントリーなどの影響を受けた。さらに、エルビス・プレスリーを筆頭に、チャック・ベリー、ハンク・マービン、 リトル・リチャード、ファッツ・ドミノ、シャンテルズ、モノ・トーンズ、ロニー・セルフ、フリート・ウッズ、ジョニー・キャッシュ、ロイ・オービソンらから音楽的影響を受けた。やがてヤングはカナダのマニトバ大学に進学し、四次元フォークククラブに入る。そのクラブにはジョニー・ミッチェルがいた。二人はシュガー・マウンテンなどを一緒に歌った。同曲に対するミッチェルのアンサーソングがサークルゲームである。 ゲス風のランディ・バックマンとも知り合った。ニールはマイナーバーズというグループを組んだが、同バンドには後に大成功するリック・ジェームズも在籍していた。1966年、スティーブン・ステルスラと共にバッファロースプリングフィールドを結成。脱退後、1969年1月、ファーストソロアルバム、ニール・ヤングを発表した。もともとは6人編成のバンドだった。 ザ・ロケッツのうち、ダニー・ウィトン、ラルフ・モリーナ、ビリー・タルボットの3人がニールに見染められて、彼のバックバンドとして、クレイジー・ホースが結成された。同年5月、クレイジー・ホースと共にセカンドアルバム、ニール・ヤング・ウィズ・クレイジー・ホースを発表。クロスビー、スティルス、ナッシュ&、ヤング同年6月頃、クロスビー、スティルスナッシュに加入した。同グループは、クロスビー、 スティルス、ナッシュヤングへと発展した。1972年1月発売の4枚目のアルバム、ハーベストがアメリカ、イギリス、カナダで1位を記録した。同年11月18日、ダニー・ウィットンがヘロイン中毒のため死亡。クレイジー・ホースには新メンバーとしてギタリストのフランク・サン・ペドロが加入した。ゲフィンレコードに移籍してからは、 シンセサイザーやボコーダーを多用したトランス、ロカビリーに特化したエブリバディズ・ロッキンといった異色作のリリースが続き、1983年12月にはケフィン側がニール・ヤングらしくないアルバムばかり作っているという理由でヤングを訴える事態となった。それに対してヤングはアーティストの自由を主張し、最終的にはケフィン側がヤングに謝罪した。そして、 1987年のライフでメフィントの契約を満了し、古巣のリプリーズレコードに復帰した。ヤングはフォークやカントリー、ロカビリー、テクノ、グランジなど発表作品ごとにバラエティに富んだアプローチを取ることが多い。ボーカルも個性的で、その鼻にかかったような弱いしい印象のハイトーンの声はバラードには無垢な繊細さ、グランジ風の曲の際には アナーキーな雰囲気を醸している。ギタープレイはテクニカルな側面は強くないが、歪ませた爆音を含むそのプレイは個性的なものである。また、武骨かつ繊細なアコースティックギターのプレイも孤独な旅路、ロッタラブなどでおなじみとなっている。1995年にソロとして1997年にはバッファロースプリングフィールドとしてロックの殿堂入りを果たした。 ただし、ヤングは1997年の受賞式に関しては、テレビと連動した手法に異議を唱えて、出演拒否した。ウィリー・ネルソンと共に始めたファームエイドにも、設立以来長年にわたって参加しており、農業経営者への支援を呼びかけている。ファームエイドには、ジョン・メレン・キャンプ、エミル・ハリス、ビンス・ギル、アレックス・ハーベイ、ステッペン、ウルフ、ボブ・ディラン、 BB キングランが参加したことがある。また数十組が参加した85年以降も毎回、日本で報道されるよりも、はるかに、大勢のミュージシャンが参加している。科学企業のモンサント社に反対したり、ノースダコタ州への石油パイプラインに反対したりと、若き日と変わらぬ、社会問題への関心の深さを示している。石油パイプライン反対運動への曲、インディアン・ディバースも発表している。 自身の子供が障害児であるという経緯から、障害者の支援にも積極的に関わっており、夫婦でチャリティーコンサート、ブリッジスクールベネフィットコンサートを毎年開催、自身の顔の広さを活かし、過去にボブ・ディラン、サイモンガー・ファンクル、エルトン・ジョン、ルー・リード、ピート・タウンゼント、ブライアン・ウィルソン、ドン・ヘンリー、ブルース・スプリングスティーン、トム・ペティ、エルビス・コステロ、 ジャクソン・ブラウン、ジェームス・テイラー、R.E.M., レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ソニック・ユース、パール・ジャム、シェリル・クロウ、スマッシング・パンプ・キンズ、グリーン・レイ、ベック、フー・ファイターズ、ノラ・ジョーンズなどの早々たるミュージシャンを招いている。ありがとうございます。